こんにちは、 FX 為替チャート管理人佐々木徹です。本日はですね、無料で使えて最速で設定できる未来志向のチャート、それのすごい点を3つ説明をしていきたいというふうに思っています。詳細についてはこちらの動画の下の説明文にですね、記事のリンク先を貼っておりますので、そちらの方を見てください。トレーディングビューというサイトがありまして、これすべて無料で使えるということでですね、相当に使いやすいと言いますか、相当優れたプラットフォームだということが確信できましたのでですね、紹介の方をしてみたいと思います。個人トレーダーさんで一番多く使われているプラットフォームというのは現在 MT4 であるということはほぼ疑いがないということになるんですけれども、よく聞く話でですね、ビルドが変わってしまうと インストールしていたインチケーターが動かなくなったであるとか、コンピューターがクラッシュして、使えなくなりましたと、まあ、そういったような話をいただいたりします。でそれに対してですね、このトレーディングビューというのは全部クラウドのサービスなので、インジケーターの追加もですね、実に一発でできるんですね。例えばボリンジャーバンドを出してみましょう。このインサートインジケーターというところからですね、ボリンジャーバンドというのを出してやると、まあ、こんな風に一発でもうチャート上に表示をされます。標準装備されているツールというのもたくさんあるんですけれども、何よりもですね、すごい点というのは、これ無料で口座が作れるんですけれども、無料でアカウントさえ作ってしまえば、今出してきたようなですね、インジケーターを載せたチャート、これをですね、保存ができるんですね。で保存をしてやるということで、今のが保存できました。そのようにして自分で過去に保存をしたですね、チャートのフォーマットというのを呼び出してくることができます。マルチペアということで私の方で作ってるんですけれども、まあ、これはですね、ちょっと有料のオプションにはなるんですけれども、複数のペアというのを一つの画面で出すことができるチャートになります。まあ、こんな風な画面というのを出すことができるんですね。でなおかつ今出したような設定というのが、実を言うと携帯の端末で全部読み出すことができます。これがですね、その iPad の画面で出してきている図なんですけれども、保存した設定というのはですね、その例えば iPad の Safari であったりとか Chrome であったりとか、そういったところのブラウザーからトレーディングビューに行って、ですぐに呼び出してやることができるんですね。なので例えば MT4 とかだと、一旦インストールをしたものはですね、そのコンピューターじゃないと使えないという制約があるんですけれども、まあ、これは一切そういったのがないというような特徴があります。あとはですね、このトレーディングビュー自体にかなり高度なツールがたくさんですね、標準装備をされています。例えばですね、 FX 為替チャートで過去に紹介をしているものだけで言ってもですね、まあ、フィボナッチのリトレースメントなんかは、まあこんな感じで標準であるわけですね。リトレースメント 50% のレベルで相場が来ました。1.272 でリグが入ってます。まあ、こういったようなことがすぐ分かるというようなことですね。あとそれ以外にも、まあ、もちろんトレンドラインを引くこともできるということ。あとはですね、例えば、ピッチフォークのようなツールもあります。まあ、こんな感じで相場のトレンドを見てやることができると、そういったようなツールですね。はい、こういったものも標準で装備をされています。はい、まあ、あとはハーモニックパターンなんかもありますね。例えば XABCD なんかもこのように簡単に引いてやることができると、まあ、そういったような特徴もあります。まあ、いろいろあるので、そちらの方はですね、この辺をいろいろいじって遊んでいただいたらいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういったですね、優れたツールの方があるというプラットフォームになります。であとはですね、こちらのトレーディングビューの素晴らしいところというのが、実は参加者のアイディアというのを見ることができます。これトレーディングビューのトップページを見てますけれども、ここにですね、ランカーの人たちというのがいるわけなんですけれども、まあ、それをクリックすればこの人たちが過去に投稿したトレードの案を出すことができるということですね。で私の方もトレードの方を昨日ぐらいからですね、投稿を始めました。これが2時間前に投稿されたものですね。で、このトレーディングビューの一つ制限みたいなのがあって、それはですね、こういったトレードプランを投稿するときに画像と1枚だけなんですね。なので、まあ、あんまり長々とした説明というのはできないんですけれども、画像の中に必要なものというのをこうパチッと入れてですね、で、まあ、それをクリックしてやるとこのような大きな画像というのが出てくるということですね。そしていいね一件誰か入れてくれてますね、ありがとうございます。であとはその書いたプランのですね、その後がどうなったかということで、新しいバーということで右の方に移動することもできるということですね。よって、そこで投稿された戦略が以後でどうなったのかという検証もできるということになります。
でですね、まあ、トレーディングビューに行くときには、こちらのトレーディングビュー .com をタイプしていただくか、もしくはそのブログの記事の下の方にですね、一番トレーディングビューに行くというリンクの方も貼っています。あとはこちらのですね、チャートの方を埋め込んだものもあるので、まあ、試しにこれを触ってみていただいても結構なのではないかなというふうに思っております。はい、以上ですね、こちらの動画では最速で設定ができる未来志向のチャート、トレーディングビューが優れている3つのポイントということで紹介をしていきました。ありがとうございます。